中年オタッキーです。本当はね、動画撮る時間ないんですけど、そんな暇ないんですけど、この先ちょっと激しく渋滞してまして、もう進んでも意味がないということでね、仕方なく動画作ってます。まあね、コメント欄の方もちょっと偉いことになってまして、コメント返しがちょっと遅れてるんですけどね、なかなか時間がないということで、お待ちいただいております。まあ、この仕事の宿命ということでご理解いただければと思います。はい。で、今日はね、カメラ紹介の動画になります。このカメラの紹介ですね。じゃじゃーん。これね、キャノンの、オートボーイ S パノラマということでね、オートボーイ S はね、スーパーの S らしいです。どうやら。これ、ドリームロコモーティブ様から提供いただいたカメラになりますね。いわゆるバケーションカメラですね。バケーションカメラって。まあ、分かってくれてる人は分かってくれると思いますが、それでは、動画スタートしていこうと思います。はい、このねオートボーイ S なんですけどね、まあ、コンパクトカメラっていうにはコンパクトじゃないぞと、まあ、ここに iPhone がありますけど、まあこんな感じなんですね。まあ iPhone と表面積は同じぐらいで、分厚さがバカみたいに分厚いと思います。レンズの厚さも、これズームレンズだから仕方ないっちゃ仕方ないんですけどね。でデータなんですけどね、キャノンのカメラミュージアムさんの方にしっかり残っておりました。発売年月が1993年平成5年9月、発売当時の価格が65,000円、ケースリモコン付きということです。これ結構高いですね。大動画 35mm 全自動ズームカメラの最高級機種との位置づけで開発された。質感と手触り感に重きを置き、アルミ製のマイカバーを採用。グレージュチタンとブラウンブラックの高級感ある2色の外装のカメラを発売した。標準パノラマ画面は任意切り替え式、パノラマ画面では上下が完全にマスクで覆われて見やすくなるファインダー視野機能を採用。レンズは9群10枚構成中、1面を非球面化して高画質性能の 38-115mm F3.6 から 8.5 の3倍比ズームを装着していた。加えて1200分の1を実現した高速シャッター。シャッターチャンスの補足に強いリアルタイムレディーズ機能の搭載。撮影者の意図に合わせて最適なモードを瞬時に選択できる背面のベストショットダイヤルの採用など、従来の同系列機種とは異なる高性能多機能高品位のカメラということですね。接近赤外線投射による3点評価即興。オートフォーカス、プリフォーカス可能、近距離警告あり、1点即挙、画面中央部 0.6 メートルから無限、0.4 メートルから無限、マクロ撮影モードがあるんですね。レンズが38から115mm、3.8 から3.6 から 8.5、9分10枚構成。ズームボタン操作による電動ズーム、38、70、90、115mm の各焦点距離表示あり、絞り兼用電磁駆動電子制御プログラム式、オートモードストロボオンモード時、ワイド EV9、40分の1秒 F3.8 から、18、1200分の1秒 F15、テレ EV13、110分の1秒 F8.8 から、1200分の1秒 F36、スローシンクロストロボ FF モード、ワイド EV3、もうこれすごいな。ものすごい夜景モードで、まあいろいろなモードを搭載していて、説明だけでものすごい時間かかりそうです。実動式ズームファインダー、倍率 0.47 から 1.22 倍、視野率 84%、視野内にオートフォーカス用フレーム、近距離撮影範囲、パノラマ画面枠、撮影 OK 表示、緑色 LED による点灯と点滅、点灯が AF 合照、点滅が近距離警告、マクロ振動警告、手ぶれ警告、赤目現象カモランプ点灯中、秒間2回点滅は1点即挙、消灯、スピードライト充電中ということですね。EE 機構は、複合型 SPC 素子使用、3分割速攻による完全自動プログラム EE、
速攻連動範囲 AV2 から21、フィルム感度使用域 ISO25 から3200、まあ、DX コードで自動認識ですね。固定式内蔵スピードライト、ガイドナンバー14ということで、ガイドナンバー14は、一眼レフの内蔵、フラッシュと同じぐらいのガイドナンバーですね。低輝度逆光時自動検知自動発光赤目緩和ランプ付き、オートデート機能使用電池3、CR123A が2個、フィルムは自動巻き上げ、フィルムカウントは7セグメント LCD の2桁表示式、まあ、液晶表示ですね。でフィルム巻き戻し電動モーター内蔵モーターによる完全自動式途中巻き戻し可能ということですね。 350g という、ね、重量になっています。このように、ね、説明の通り、まあ表はねこれ金属、まあ、金属の表面で、裏は見事にプラスチック、これ ABS 樹脂っぽいやつになってますね。でこのダイヤル、で、撮影モード、これ今オフになってますけど、今これオートですね。もうオートになった瞬間にブイーンってね、シャッツのストロボの充電が始まりました。であとはスピード、まあこれスポーツモード、夜景モード、ポートレートモードで、マクロモード。マクロモードになったらね、ウィーンってもうレンズが移動しましたね。こんなに近くても、撮れるみたいですね。でね、今ちょっとオフにしましたが、これね、この蓋を開けると、よっ。このようにね、モード選択ボタンとかいろいろ出てきます。これ、フラッシュとかね、セルフタイマーとか、キャプション、デート、セレクト、セット、あとフィルム巻き戻しボタンなどいろいろついておりますが、これ非常に重要なのがフラッシュです。とにかくね、こいつフラッシュを焚きたがります。逆光の時とかはね、嬉しいんですけど、そのフラッシュ光らせたくない時に光るのは、まあまあ迷惑なんですよね。で、結構ね、勝手にフラッシュが光ってイラついたこともありました。ここで光んなくてもいいだろう、おい、みたいな感じのこと結構光るんですよ。そこはね、使用上の注意が必要ですが、まあ記念撮影とかでね、顔が潰れてしまうときに自動でね、日中シンクロしてくれるっていうのはね、非常にありがたい機能だと思いますね。さすが90年代のね、ポケットカメラというか、コンパクトカメラですね。そこまで考えて作ってあるということで、まあ、顔が黒くならないとかね、そういう風な感じの設計なんでしょうね。で、今回はね、アリスタエデュー200というフィルムを装填しまして、まあ、撮ってまいりました作例はですね、ここからはね、作例紹介になってまいります。はい、作例なんですけど、いきなり1枚目から勝手にフラッシュが光ったぞみたいな写真。これほんとこっちが撮りたかったんですね。夕日にシャッターがね、照らされてちょっと淡く光ってたんでね。でね、この明暗のは、はっきりした場所ではこのようにフレアがね、広がることが多いです。案外フレアなね、レンズだと思いますね。これレンズの中身はね、意外と綺麗なんで、こういうレンズということですね。で、115mm ということでね、まあまあ遠くの被写体もね、狙えますね。中望遠域としてはまあ、十分だと思います。で、これはね、勝手にフラッシュが光りました。光ったんですけど、遠すぎて届いてない。当然ですけどね。でね、スナップシューターとしてはいいと思います。で、まあこのようなね、明暗の場所で、空を向けてない状況ではこのように非常にシャープな絵ができますね。この絵、これもそうですけどもね、解像度もいいですし、まあボケは少ないんですけども、そんなに悪いボケではないです。で、円形の方は、もう解像度はバッチリみたいな感じの写真になっておりますね。あまりね、その強い光源に向けて撮るには向いてないようなレンズではありますが、順光を守ると比較的いい感じ。で、逆光で被写体が人とかだったら勝手にフラッシュを焚いて、絞りが絞られるということで、それで順光調整をしているような、コンセプトで作られているのではないかと思いますね。このカメラね、カラーネガをね、ぶっこんで、家族写真とか仲間の写真を撮るには本当にいいカメラだと思います。なんといってもね、電源ボタンをね、電源ボタンっていうのはないんですけど、このダイヤルをオートにして、もうあとはシャッターを押すだけ。もうこんな感じでね、素早く撮れます。非常に素早く撮れますよね。今も充電するタイミングっていうのはほとんどなかったと思います。それもそのはずでね、これね、ほとんどの場合はね、フラッシュに電池が充電されるということで、で、なんだっけ、ダイオ
オードだったっけ、なんだったっけ、忘れちゃった、充電、そのフラッシュのね、電池を貯める部分ね、一遍貯めたらなかなか放電されないということで、前のやつが残ってるんで、んで、まあ、すぐにね、発光してくれるようなことになると思いますね。で、電池はね、ここからね、入れるんですけどね。これちょっとネジをね、ネジと、これ爪でも一応できるんですけども、コインとかがあった方が便利かな。よいしょ、このようにね、CR123A、これが2本いるんですね。安いお店でもね、600円ぐらいは1本してくるんで、電池代がなかなかするぞっていうカメラになりますね。お、電源が勝手に入った。よっと。モードダイヤルが回ってた。でね、フィルム質はね、まぁ、こんな感じです。よいしょ。まぁ、電源が入らないときこんな感じでね。これが通常モードですね。で、テレ側にするとレンズがビューンと中に入っていくような感じになりますね。これ、ピント合ってるかな？まぁ、なんていうんですか、その、一番後玉がデューンと奥に出ていくという、まぁ、コンパクトカメラあるあるの構造になっております。で、相場なんですけどもね、このカメラを欲しいと思った方ね、一応ヤフオク見てみたんですけどね、まあ1円から1万円ぐらいまで本当にバラバラで、まあ出品者がいい人だったら1500円ぐらいでね、稼働品でした、電池もお付けしますって、それ赤字じゃねえのみたいな感じの、ね、人もいましたし、1000円でね、全く動くかどうかわかりません、動作未確認っていう人もいました。まあとにかくね、入札はどれも入っていなくて、その相場がどんなもんかっていうのがさっぱりわかりませんが、まあ安い動作品を狙うのがいいと思います。動作未確認品をね、狙ってもね、この手のカメラは修理できない場合がほとんどですので、動作確認していて1000円から2000円のやつが、ね、出る出物を待つというね、買い方をした方がいいとは思います。まあね、カラーネガをね、詰めて、カバンに1台いかがかなっていうカメラになりますね。もう本当にね、フラッシュが勝手に光るんでね、スナップ写真で撮る場合は大失敗はほぼないですが、フラッシュが光るとね、そのフラッシュの味が乗っかっちゃうんでね、どうしてもね、平面のっぺりした写真になってしまうんで、まあそれが嫌いっていう方はね、電源を投入するたびにフラッシュをね、禁止ボタンを押さなきゃいけないという、ちょっと面倒くさいカメラになってくると思います。はい、今日のカメラ紹介こんな感じですね。ここからは視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナーですね。ちょっとすごいことになってまして、ね、待機者が12名ぐらいいるのかな。ちょっと動画を作る暇もないしね、はける手段がないんですけど、今回も5名の紹介ということで、トップバッターは長州薩摩さんの作品で、中年おたきさん、こんにちは。いつも楽しい動画をありがとうございます。吉祥寺駅近くにあるハーモニカ横丁モノクロで撮影してきました。味のある雰囲気を出したかったのですが、いかがでしょうか。タイトル、コロナ禍のハーモニカ横丁。カメラニコン F3、 レンズ AI ニッコール 50mmF1.4S、 フィルム富士フィルムネオパン100アクロス2ということですね。で、作品なんですけどもね、お客さんかな、が歩いてるところ多分待って撮られたと思うんですけどもね、こういうね、街並みすごく好きでね、神戸にもね、元町高架下ってね、元港って言われてるとこがあって、このね、雰囲気にすごく似てるんですけどもね、ガード下のね、商店街。シャッターが閉まってる店も多いことは多いんですが、このようにね、餃子みんみんって言ってね、もうこういうところに入って餃子食いながらさ、ビール飲みたいな、みたいな感じのね、雰囲気になってます。作品の誘惑というよりは、行きたくなるって感じですかね。はい、長州薩摩さん、ありがとうございます。雰囲気伝わってきていいと思いますね。次はね、時神さんから、3枚組写真でございますね。時神です。お仕事お疲れ様です。視聴者作品投稿に3枚投稿します。タイトルはとろける、カメラペンタックス Z20、 フィルムはコダックゴールド200、レンズは SMC ペンタックス DA50mmF1.8、 謎のクローズアップレンズ装着 F5.6 で撮影しました。今回は遊んでます。刻印が剥げ落ちて詳細不明のクローズアップレンズを 50mm レンズに装着して撮影しました。よくとろけましたということですけどもね、作品なんですけどもね、
まあ、色味も損なわずにね、うまいこととろけてますね。これ確かに被写界深度がものすごく浅くなってます。まあ、即席マクロレンズとでも申しましょうか。ただその正体不明っていうのがその面白いですね。どこが作る中国製とかそんなんなんですかね。これまあ、クローズアップレンズということで多分フィルターのところにねじ込んでつける、やつだとは思うんですけど、ね、できればクローズアップレンズの本体の写真も1枚送ってきてほしかったかな。どんなものだったんでしょうね。はい、時上さんありがとうございます。次はね、今回のカメラを提供していただいたドリームロコモーティブ様から、いつも楽しく拝見しております。久しぶりに作品投稿します。今回は組写真3枚です。タイトルモーニングステーション、撮影場所東京都小平市、一橋学園駅。カメラキャノネット QL17G3、フィルムがコダック WX 現像 SPD50% 希釈20度7分30秒。カメラの試写と SPD での現像テストも兼ねて久しぶりに液撮りスナップしましたということですね。で写真なんですけどもね、定評のあるキャノネット QL17G3 ということですけどね、これ非常にねシャープな写真になっておりますね。さすがキャノネット。でね、街の雰囲気、朝の忙しい雰囲気をね撮られておりますね。混雑としてはね、そのコロナ禍ということでもう一つ手はあるんでしょうけどもね、朝日を浴びた3枚目のね、写真が非常に印象的でね、駅名のプレートですか、これ柱にね、一橋学園っていうのがね、バチッと出てるね、組写真、流れがあっていい組写真だと思います。はい、ドリームロコモーティブ様ありがとうございます。次がね、シオンさんからですね。オタッキーさんこんにちは。久々の投稿です。忘れられてないか不安ですが、シオンです。タイトルは老人。そろそろ退役の F4 を撮ってまいりました。使用機材ペンタックス SP、 レンズはスーパータクマ 200mmF3.5、 フィルムはコダックゴールド100です。よろしくお願いいたしますということですね。 F4 って言ってもニコンの F4 じゃないですよ。作品なんですけどもね、これがね、いや、なかなかのところを切り抜いております。これね、着陸するところか離陸するところか、まあ、速度としては200ノットぐらいが出てると思うんですけどもね、バッチリ切り取っておりますね。うん、これペンタックス SP ということでマニュアルフォーカスなんでしょうけどもね、ピントもそこそこに来ておりまして、なかなかになってます。ランディングギアが完全に出てないのかな、ちょっと分かりにくいですが、老人ってことで、F4 ね、ベトナム戦争からね、活躍している機体で、1960年代のね、戦闘機ですよね。まあ、50年ぐらい経っているということですが、まだ日本では飛んでるんですね。僕 F4 すごく大好きなんです。F4 ファントムね。日本のはね、F4EJ 海ということで、世界最強の F4 って呼ばれてる戦闘機ですね。はい、シオンさんありがとうございます。どこ行ったどこ行った、もう とにかく待機者が多いんで、これすごいことになってるんですね。これニコニストさんでいいのかな、次。ニコニストさんですね。中年おたけさんこんばんは。お仕事お疲れ様です。先日は作品のご評価ありがとうございました。この写真は1月に大阪の中心部で撮りました。レトロな街灯が目を引き、美しい青空と大阪市中央公会堂をバックしました。このような被写体を撮ったことがなかったので、自分としては新鮮な1枚です。カメラニコマート FT2、 レンズニッコール S ポート 50mmF1.4、 フィルム富士カラー100。作品タイトルはね、街灯を照らす冬空ということですね。で写真なんですけどもね、これね、本当にタイトル通り、その枯れ木が映ってるあたりから本当に冬のね、寒々しい写真に、その富士カラーのね、その100、忠実再現というかね、ナチュラルカラー、これが非常にマッチングしておりますね。これ、街灯にピントが来ておるんですけれども、これがなかなかシャープになっておりまして、まあまあ絞ったのかな。まあ F8 ぐらいまでは絞ってるんだと思いますね。まあ SO と 50mmF1.4 ということで、まあ解像度もね、バッチリのレンズなんですけどもね、被写界深度はそこそこ深いようになってるんで、絞って撮ってる写真だと思いますね。なかなか雰囲気がいい写真になっております。街頭スナップとしてはなかなか、レベルの高い写真になっていくんじゃないですか。この、作品投稿はね、ここまでということで、ここからはね、ちょっと俺のカメラなんですけど、前回のね、俺のカメラでちょっとね、画像が乗っかってなかったということで、もう一回俺のカメラ紹介します。すいません。それでは次、俺のカメラ。
はい、俺のカメラのコーナー、またね、ムートンさんの俺のカメラになりますが、すいません、前回ちょっと画像を載せ忘れちゃってね、載せたと思ったんだけどね、まあまあ、そういうことで、ムートンさんの俺のカメラ、中年オタキさん、こんにちは。いつも楽しく拝見させていただいています。今回は俺のカメラに投稿させていただきます。実は過去に送ったつもりでいたんですが、間違って作品投稿アカウント宛に送っていました。多分紹介されていないと思いますので、よろしくお願いします。カメラはニコン L35AD、通称ピカイチです。近距離は苦手ですが、少し離れたら文句のつけようのないくらい描写力を発揮してくれます。またキシュッという可愛いシャッター音も気に入っています。最近は写真の専用三脚をつけたまま持ち歩いていますが、折りたたんだ姿がまるでワインダーがついているかのような装いで、これもまたかっこいいということですね。いえー、これね、もうニコンのピカイチ、前回も言いましたけどね、ちょっと高いんですよ。高くて手が出ない。まあ、ぜひ入手したいと思ってね、ずっとジャンクコーナーを眺めてるんですけどね、動作未確認品でね、動くやつがないかなと思って。でも結局ね、動作未確認品でもね、僕と同じ考えのやつがいてね、入札してくるんですよね。人気のカメラは辛いぞ、みたいな感じですね。はい、俺のカメラのコーナー、今回はここまで、1名待機者が出ておりますが、俺のカメラのコーナー、ちょっと最近低調になっておりますので、また投稿をお願いします。中年オタッキー2の方に投稿していただいて、いいですね。投稿のルールはね、YouTube、僕の動画の概要欄、チャンネルの概要欄の方に、書いておりますので、そちらを参考にしていただければと思います。ここからはね、最近ね、絶好調のやったやっちまったコーナーになります。はい、やったやっちまったコーナー、ちょっと多いんで今日2名行きましょうか。まずはガメラさんのやったやっちまったコーナー、これやっちまったかもっていうで、おたきさん、こんにちは。やったやっちまったに投稿します。不動ジャンクで入手のリコーオートハーフ、現在メンテ中ですが、果たしてやったになるかやっちまったになるのかということで、写真なんですけどもね、これ見事にバラバラになっておりますが、オートハーフってね、確かね、シャッタースピード固定でマニュアルに、改造することもできるという記述を見たことがありますが、セレンが死んでたら基本的にもうどうしようもないっていういいカメラなんですね。で、もうそうなると、魔改造するしかないということなんでしょうけど、これちょっと投稿がちょっと前、3月13日の投稿になるんで、今どうなってるんでしょうね、ガメラさん。できればね、コメント欄にでもコメントいただければと思います。はい、ガメラさん、ありがとうございます。あー、飛んじゃった。次が、佐賀 B28 名古屋さんの、これはね、やったーかな、やったーかな、中年オタキードのお疲れ様です。佐賀 B28 名古屋です。今回は初のやったーやっちまったコーナー投稿となります。今回はジャンクで入手した謎のレンズ、コニカズームヘキサノン AR70-150F4、同名のレンズは発売されているのですが、自分が入手したものはそれとは全く別物で、形、大きさ、レンズ構成、ズーム方式まで異なり、ネット上にもコニカのレンズ一覧にも出てきません。購入時には中玉に少々カビがあるのみで、外観は綺麗、分解光もなく1000円、大喜びで買って帰り、カメラに装着、ファインダーを乗せてあぜん。無限遠が出ないだけならまだしも、ズーム操作でピント位置が極端にずれて全く実用ならず、やっちまったなんですね。気になるのは5500002というシリアルナンバー。頭二桁の55は捨て番か、散々考えた末にたどり着いたレンズ、結論は、不採用レンズ、試作の未調整レンズではないのかと。ならば各部分解、あと3枚の位置調整をする部分を見つけました。その後調整仮止め確認分解を繰り返し、なんとか実用レベルに達しました。レンズの描写の抜けはとても良い、と感じました。やったやったに変わったんか。試し撮りをしたので、作品として使えればいつか投稿したいと思います。何者なのか謎の多いレンズ、正規版はこれよりずっとコンパクトで、再視近撮影距離もこれの2分の1程度と優秀なレンズに仕上がっているんです。いつか取り比べたいと思いますということで、これ試作レンズ位置をね、制限するローレットとか、まあもしかしたらね、光学を研究してるやつの、流出したレンズになるんですかね。でもしっかり名板とか書いてありますし、ちょっと不思議ですね。試作品なんでしょうか。試作品だったらね、テストとか書いとけよみたいな感じですかね。
はい、佐賀 B28 に名前さん、ありがとうございました。今日のね、動画はこんな感じになります。まあね、ここのとこちょっと絶好調でチャンネル登録増えていっておりますが、ここから先ね、ちょっと、最近ヤフオクがね、もう恐ろしいような値段になってきて、全然手を出してないんでね、派手な動画が減っていくと思います。まあ、そのうちね、まあ、いいのがね、落札できたらまた開封動画していこうと思います。でね、次の動画になります。次の動画はね、こちら、コニカオートレックス、こちらでね、もうハーフ限定で写真を撮ってきました。オートレックスといえばね、ハーフ、フルサイズ、切り替えカメラということですけど、果たしてハーフで撮ったらどうなのか、フィルム代がね、高騰している今、このカメラの写りはちょっと注目かもしれません。はい、それではまた次の動画をお待ちくださいませ。今日はね、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメントの方、ぜひぜひお願いします。高評価もポチッと押すだけなんでね、今すぐ押していただければと思いますし、コメントの方なんですけどもね、ものすごいね、返信にね、ちょっと、もう順番間違い、ものすごいことになっておりますけどね、5日6日かかっておりますけどね、なかなか時間がないんですけど、まあ、コメントはね、時間を見つけてね、おいおい返していこうと思いますので、ぜひコメントの方お願いします。で、チャンネル登録の方ね、もうちょっとで4000名、あと80名ほどかな。で、4000名になるとね、オリンパスのトリップ35を、実用品をね、視聴者様に1名プレゼントということで企画になっております。トリップ35ね、実際に試写してちゃんと撮れるやつですのでね、なかなか、値打ちがあることだと思いますんで、まだチャンネル登録やってない方はね、チャンネル登録、ゲリラライブがちょっと増えておりますので、通知オンでチャンネル登録していただければと思います。でね、最近ちょっとね、ネットの回線がね、安定しないようになったんで、もしかしたらゲリラライブ減っていくかもしれません。月末ライブもどうしようかなと思ってるんですけど、もしかしたら家で無理やりやるかもしれないですね。はい、それでは今日の動画はここまで。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。